朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩同志が、夫人のリー・ソルチュ女士と共に、ソンドウォン総合食品工場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会のハン・ガンさん、朝鮮ウォンの各同志が同行しました。金正恩委員長は遠隔紹介室で解説を聞いた後、工場の各生産工程を見て、設備と生産の実態についてつぶさに見聞きしました。委員長は食品加工設備が立ち並ぶ作業現場でどんどん流れ出る各種食品を見て、生産工程の近代化と製品のクオリティアップのため粘り強く奮闘し、毎年計画を超過達成し、人民の需要が高く、高収を博す製品を量産していることを高く評価しました。そして工場で生産する食品を一つ一つ見て、実に種類が多い、ありとあらゆるものがある、包装も多様で見事にできている。近年、食品工業部門で製品の包装とラベルのデザインが著しく改善されたと褒めました。また、ソンドウォン総合食品工場の製品が道の範囲を超えて全国各地に広がり、中央の食品工場の製品に劣らないとの評価を受けているが本当に良いことだ。国中の食品工場の間に製品競争を活発に展開し、追いつけ追い越せの熱風の中、生産で高揚を起こし、成果を拡大すべきだ。人民は厳格な検閲官、審査官で、人民の評価の中に製品のさらなる質的飛躍を起こせる鍵がある。人民の需要を正常に掌握し、それを満たすための新製品の開発に努めて、ソンドウォン総合食品工場の食品を人民の好む製品、人民の食生活の向上に大いに役立つ製品にすべきだ。製品の種類が増えることに合わせて、保管条件の異なる食品製品に対する品質検査と監督を厳格かつ正確にすべきだ。分けても人間の健康と命に直接影響を及ぼす食品と医薬品の場合、品質と衛生安全性を徹底させるための製品検査システムを強め、検査方法と手段を改善し近代化すべきだ。これから工場で各生産工程をより完璧にオートメ化、無人化、無菌化するための近代化を自力更生の旗のもと、自らの技術力と資材、設備に頼って推進し、工場を国産化、主体化したものに作るべきだ。こう述べ、そのための展望目標を正確に立って、頑強に実践することについて教えました。金正恩委員長は、科学技術普及室をきちんと運営し、従業員を知識型勤労者に準備させて、生産工程の技術改造と設備の近代化で一役買うようにし、新しい技術革新案と斬新なアイデアが生産者大衆の中で多く出るようにすべきだと述べました。金正恩委員長は、偉大な金正恩総書記が生涯の最後の時期に各道に手間をかけて作った総合食品工場の中で、ソンドウォン総合食品工場が最も本領を生かして人民生活の向上に寄与していることを評価し、労働党の不滅の業績をしっかり守り、党の政策の実行で先駆けの役割を果たしている工場の労働者の清らかな中情と人民に尽くす精神を高く評価しました。金正恩委員長は、工場の従業員が経営活動に励んで良質な食品をもっと多く生産し、人民に愛される工場、人民に奉仕する工場の誉れをさらに轟かすものとの期待を表し、共に記念写真を撮りました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩同志が、夫人のリー・ソルチュ女子と共に、ウォンサン戦勝栄誉軍人カバン工場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会のハン・ガンサン、朝鮮ウォンの各同志が同行しました。
県庁委員長は工場の各所で生徒学生用カバンをどう生産するか坪さんに見聞きしました。委員長は各道に数十万個のカバンが生産できる物質技術的土台が十分築かれただけに、今はその質を高めることに力を集中すべきだ。各道のカバン工場で生産した製品の質の評価をきちんとして要求度を強めて、国中の子どもと生徒に供給されるカバンの質を同じくすべきだ。中央でカバンの生地とファスナー、テープ、合成皮革、カノアレイト、樹脂加工品などカバン生産用の原料と資材を計画化し、責任を持って賄って各道のカバン工場で生産が正常化するようにすべきだ。子どもと生徒に国産の良質のノートとカバン、学用品、制服を持たせて、子どもの時から自分のものを大事にする愛国心を植え付けるのが労働党の意図だ。全国のカバン工場の従業員は、一つのカバンを作ったら我が子に作ってあげる母親の心で真心を尽くし、心血を注ぐべきだ。従業員の技術技能を高めることを優先させ、生産工程ごとに技術規定を遵守し、カバン工場の間に技術交流を行って、互いに学び合い、英知を集め合って、品質向上で飛躍を起こすべきだと述べました。金正恩委員長は、ウォンサン選手栄誉軍人カバン工場の従業員が短期間に工場を自らの力と技術、資材で見事に作り、生産を高いレベルで正常化するため、永遠に努力していることを高く評価し、共に記念写真を撮りました。金正恩委員長は、党と指導者、党と人民のために血と汗をためらうことなく捧げた国の尊い宝である戦勝栄誉軍人を敬って大事にすべきだとし、朝鮮労働党関温道委員会がこの工場に深い関心を払って助けるべきだ。栄誉軍人たちが次の世代のための生きがいのある仕事に真面目な労働の汗を流し、革命の花を引き続き咲かせるようにすべきだと頼みました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩同志が、朝鮮人民軍第525号工場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会のファン・ジョンソ、ハン・ガンさん、朝鮮人の各同志が同行しました。金正恩委員長はまず工場の革命史跡教育室を見ました。委員長は工場の従業員が人民軍軍人のためなら何も惜しまなかった偉大な金正恩総書記の気高い志をいつも忘れず、常々生産計画を指標別に超過達成し、よって総書記の愛情が変わりなく兵士たちに行き届くようにすべきだと述べました。そして総書記が工場を現地指導して与えた意見をどう実行し、近年どう生産し、原料をどう賄っているかについてつぶさんに見聞きしました。金正恩委員長は工場が毎年計画を超過達成したことを高く評価し、美味しくて栄養学的要求も満たす各種の基礎食品をもっと多く生産することに力を入れて、軍人の食生活を高めることに実質的に役立たせるべきだと述べました。そして食品工場では食品の衛生安全性に特別注意を払うべきで、原料、食品添加剤、半製品、完成品の衛生チェックを近代的な測定手段を十分整えて厳しく行う秩序を立てなければならないと述べました。金正恩委員長は工場に新設された納豆液体種菌の生産工程を見ました。委員長は全軍は大豆農作を重視し、大豆の収量が増えただけに軍人に大豆の食品をいろいろと食べさせなくては、分けても口当たりが良く健康にも良い納豆を切らさずに食べさせるべきだ。工場で良質の納豆液体種菌を工業的に量産する工程を近代的に構築したのは大した成果だと述べました。
金正恩委員長は原料の準備、大豆の進出、液体種菌の培養、菌体、ろ過及び希釈、包装の各工程がライン化し、生産現場の無菌化が徹底されたことに満足の意を表しました。金正恩委員長は基礎食品職場、精米職場など工場の各所を見て、3年前に工場を増改築し近代化したが、いくら見ても火の打ちどころがない、全工程のオートメ化無人化がハイレベルで実現した誇るだけある工場だ。今日抜き打ち訪問したが、設備がフル稼働し生産正常化のうなりを上げているのを見てとても気分が良い。工場を森のように公園のように作り、校内の舗装もよくできている。食品工場らしく内外ともに衛生文化的に清潔だ。こう述べ、工場の従業員の主人らしい働きぶりを高く評価しました。そして生産アップのキーポイントは科学技術と従業員の精神力の発揮にある。主席と総書記の不滅の指導業績を通しての教育と党の政策についての学習をさらに強め、大衆の革命的熱意と創意性に働きかけて生産の高いレベルで正常化すべきだと述べました。金正恩委員長は工場で設備と技術の管理をきちんと行い、生産工程のオートメ化、無人化、無菌化をさらに高い目標のもと進めるための課題を示しました。金正恩委員長は工場の従業員が生産を増やし、これからも美味しくて栄養価の高い各種食品を軍人にもっと多く送り、国の食品工業の発展をリードするものとの期待を表し、共に記念写真を撮りました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩同志が江原道育病場を現地指導しました。朝鮮労働党中央委員会のファン・ジャンソ、ハン・グァンさん、徴用恩の各同志が同行しました。金正恩委員長は出迎えの人たちと挨拶を交わした後、育病場の各所を見ました。金正恩委員長は年産2000万本のまた一つの大規模な育病場が見事に建てられたことに喜びを禁じえず、江原道で膨大な工事を短期間に終え、この1年間育病場運営の対策を十分講じて、難易を安全に生産できる物質的技術的土台をしっかり築いたことを評価しました。そして豊かな山林資源は経済建設の貴重な元手だとし、道内のすべての山を黄金の山、天然の原料源に変えるための山林復旧戦闘で、兵器商も同じな育病場を遠い先々も見劣りがしない万年体系の建築物に建てて、苗木を大々的に生産すべきだと述べました。また道で育病場の各要素を労働党の崇高な意図通り、理学性と実用性が保障されるよう最高のレベルで建てたが、この過程を通して道の建設チームが強まり、技能校が増えただろう。この度重要建設チームから派遣された20人の技能校が施工指導を受け持ち、道内の建設者に技術練習もしたそうだが、これからこんな方式で各道の建設チームを強めるべきだ。私たちは今良い方式で極めて重要な問題を解決していると満足の意を表しました。金正恩委員長は育病場を見事に作って苗木を能力通り生産できないなら意味がないとし、苗木生産の科学化の水準をさらに高め、1年に2回生産するようにし、経済・鑑賞の価値が高く、道の気候風土に合う樹種の良い苗木をもっと多く生産し、山林造成で実益を得るようにすべきだと述べました。そして育病場の建設資材と仕上げ建材を基本的に道自らで生産して保証し、
ポットの生産と種子の選別及び破種に必要な設備を国家科学院をはじめ国内の関係機関が製作設置して満足すべき誇るべき国産化の比重を保証したが本当に気分が良い。苗木生産の科学化、工業化、集約化の水準が一段階高まった育苗場のモデルが作られた成果と経験に基づいて各道で現在進んでいる育苗場の建設を早く終えるべきだ。科学技術普及室を通しての技術学習を正常に行い、育苗場の間に経験交換、遠隔協議システムを構築して、従業員の技術技能をさらに高め、先進的な苗木栽培技術を積極的に発展させ、完成すべきだと述べました。金正恩委員長は、管理庁舎と会議室、総合サービス施設と従業員の住宅も中央の建設チームが建設したものに劣らないほど見事に作ったと評価し、住宅を一つ建てても発展する時代にふさわしく、我が人民の目指す文明の高さに合わせて建てるべきだと述べました。金正恩委員長はこの日、育苗場の従業員である女体軍人夫婦の家庭を訪問し、二人と懇談し、暮らし向きも温かく顧みました。金正恩委員長は、江原道育苗場をとても満足げに見た。党の呼びかけを先頭に立って決死の覚悟で実行し、党の政策実行に奮い立つ江原道の人たちの闘争気風と精神が確かに違う。全てが足りなく困難な条件でもこれほど立派な育苗場を建設するのが言うほど優しいことではないが本当に感服する。党の政策実行で誰よりも先頭に立つ江原道党には仕事を任せる甲斐があり、一つでももっとやろうと悪せくと働く江原道の人たちを一つでももっと助けたい。こう述べ、道の経済に切実な問題を即座で解決してやる恩情を施しました。金正恩委員長は、我が祖国の発展と飛躍の原動力は自力更生と自給自足の精神だ。全党がこの旗を高く掲げ、江原道の人たちのように粘り強く奮闘すべきだ。三輪復旧は偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の遺訓を実行し、次の世代に万年大計の富を譲り渡すためのこの上なく崇高な愛国事業だ。目下の最も重要で優先的な政策的課題とし、全党全国家的な力を集中して引き続き推進すべきだと述べました。金正恩委員長は、江原道育苗場の従業員が山林普及戦闘の選定、直接的な担当者だとの責任感を胸に、苗木の生産を高いレベルで正常化し、国中を森のように、公園のように作ることに寄与する者との期待を表し、共に記念写真を撮りました。偉大な金日成主席の普及の著作、反日民族解放闘争を強化発展させるための共産主義者の任務と、朝鮮革命軍の使命と基本任務についてが、ブラジル戦後政治研究センターのホームページに載りました。ホームページには、主席を描いた美術作品が共に載っています。朝鮮民主主義人民共和国創建70周年記念、スロベニア準備委員会がマディブルで発足しました。準備委員会は7月20日から9月30日までを記念期間とし、共和国を創建し発展させた偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の不滅の業績を称える多彩な政治文化の催しを行うことにしました。24日朝鮮革命博物館で偉大な祖国解放戦争勝利65周年記念社会科学部門研究討論会が行われました。社会科学院のリーヘジョン院長と科学、教育、出版報道、革命辞席部門、党幹部養成機関の教員、研究者、解説係、記者、編集員が出席しました。討論会では、祖国解放戦争を勝利へと導いた偉大な金日成主席の不滅の革命業績と優れたリーダーシップ、国の
乗り抜いた朝鮮の軍隊と人民の英雄精神について掘り下げて論証した論文が発表されました。第7回全国206州日用品展示会の開会式が23日平壌の地方工業省所管の一般消費財展示場で行われました。関係者と出品したところの技術者生産者が開会式に参加しました。各省中央機関と各道地方工業管理局参加など日用必需品の各工場で作った各種の調理道具や家電、学用品など300種8000点以上の製品が出品されました。展示会は26日まで続きます。7月と8月のマリンスポーツ月間を迎え、委員会各省中央機関公務員の水泳競技が16日から23日までの間に平壌のヘルスセンターチャンガンウォンの屋内プールで行われました。競技は4組に分けて団体戦とシングルスで行われました。団体戦では水産省貿易銀行モラン指導局スポーツ新聞社が、シングルスでは朝鮮記者同盟中央委員会、外国文出版社、国家計画委員会の選手がそれぞれ優勝しました。南朝鮮でパククンヘ反民族集団が平和なキャンドルデモ参加者に対する武力鎮圧の陰謀を凝らしたことが明るみに出たことを受け、スイス朝鮮委員会とスイスチュチェイスト研究会が共同声明を出しました。声明は、先日南朝鮮でパククンヘの腐れ切ったファッション試合に反対する南朝鮮人民の平和なキャンドルデモを武力で鎮圧する陰謀が凝らされたことが明るみに出た。パククンヘに対する弾劾訴追が棄却されたなら、第二の漢字虐殺がソウルの真っただ中で働かされただろう。パククンヘと陰謀の加担者を厳罰に処することを求めると指摘しています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はチェ・ジョンイル・オンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。地力構成は朝鮮人民の永遠の闘争方式。地力構成は朝鮮人民の永遠の闘争方式です。朝鮮の軍隊と人民が掲げた地力構成のスローガンには、自分の力を固く信じ、いかなる困難も自力で乗り切る不屈の精神が込められ、帝国主義者との戦いで勝利だけを収める社会主義朝鮮の不罰の気概が映っています。自力構成が朝鮮人民の永遠の闘争方式であるというのは、まず自力構成が北東山で切り開かれた朝鮮革命を勝利に向けて前進させる霊剣だからです。朝鮮革命の開拓と前進の全過程は自力構成そのものだと言えます。ゼロ同然の状況下で爆弾を作って日本の侵略者を打ち負かした抗日大戦での勝利も、必ず自力で国を取り戻すという自主の精神がもたらしたものでした。また戦後の廃墟から作り出したトラックとトラクター掘削機も、自らの力と知恵で新しい社会を建設するという不屈の精神が生んだものでした。自力構成の革命精神があって、朝鮮人民は強力な自立経済の土台をしっかりと築き、それに頼って社会主義建設を力強く前進させることができました。その過程に自力構成が朝鮮の永遠の革命方式となり、朝鮮の軍隊と人民は自力構成だけが生きる道であることを人生と戦いの座右の銘として受け止めました。自力構成が朝鮮人民の永遠の闘争方式であるというのは、また自力構成の革命精神が朝鮮式に経済を発展させ、社会主義強国建設を促す原動力だからです。朝鮮人民には早くから偉大な金日成主席が示し、偉大な金正恩総書記が輝かせた朝鮮式の経済戦略、朝鮮式の社会主義強国づくりの方法があります。自らの力を信じて立ち上がる強い民族自主の精神があったので、朝鮮人民は社会主義工業化の歴史的な課題も14年という短期間に達成することができました。朝鮮人民には自力で生きる強力な土台があります。
金日成主席が築き、金正恩総書記が打ち固めた強固な自立経済の土台は自力構成の元でとなります。すでに築かれた強力な自立経済の土台をさらに強め、それを最大限に利用するなら自力で経済建設での大飛躍を遂げることができます。今、社会主義強国づくりの先頭には敬愛する最高指導者金正恩委員長がいます。金正恩委員長の導きのもとに、朝鮮の軍隊と人民は自力構成の旗を掲げて必ず社会主義強国を立てるでしょう。自力構成は朝鮮人民の永遠の闘争方式、高台してお話ししました。戦争さなかの設計図。苛烈極まる戦争さなかに戦後の復興建設の設計図が作成され、首都の復興建設の展望を見せる展覧会が開かれたといえば、皆さんはすぐにはうなずけないでしょう。しかしそれは厳然たる事実で、他ならぬ朝鮮戦争の時にあったことです。1939年、1950年12月のことでした。当時朝鮮は都市と村、工場と農村、託児所や病院までひどく破壊されて、まともな建物一つない文字通り廃墟と化しました。それで朝鮮のある詩人はその惨状を、空爆で雀もいなくなった朝鮮と表現しました。まさにこうした時、偉大な金日成主席は朝鮮労働党中央委員会第3回総会を開き、戦後の復興建設の課題を示しました。そして翌年の1月には最高司令部に建築家たちを呼びました。戦勝革命自責官の解説係、チョン・オクピョルさんはこう話します。위대한ソ連께서는작전대위에놓여있던작전지도를옆으로밀어놓으시며그들에게오늘동무들과전쟁이끝난다음김일성주석이와작전대의위에놓여있던작전지도를가슴에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 今日皆さんと戦争が終わった後、破壊された都市を復興建設するための準備をどうするべきか話し合うつもりだと言いました。建築家たちはびっくりしました。戦争さなかの今のような時、戦後の復興建設なんて考える余裕もなかったからです。主席は驚きの色を隠せない建築家たちに、戦後の復興建設の準備をこれから着実にしておけば、戦争が終わってすぐ復興建設に着手できると言いました。主席は我々が苛烈な戦争の時、戦後の復興建設の設計図を作るなら、それは人民と人民軍軍人に勝利の信念と勇気を持たせ、敵には恐怖を与え、恐ろしい爆弾を浴びせることになると語調を強めて言いました。この日主席は平安市を壮大で近代的な都市に復興建設するためには、都心部を正しく定めるべきだとし、人民の生活にも便利で都市の全般的なバランスを保つ上にも良いところを平安の都心部に定めました。その後も戦後の復興建設の設計は主席の精力的な指導のもとに急ピッチで推進されました。朝鮮人民は戦争の報円の中で勝利した明日を見通し、復興建設の設計図を作成した金日成主席の業績を今に伝えています。戦争さなかの設計図、高台氏とお話ししました。